さあ、なぜか私の横に、女子がいらっしゃいますけども、はい、どちらさんなんでしょうか。クラブリッツ秋田応援女子マネージャー2代目を務めます、石場由美と申します。はい、石場さん、はい、ゴリゴリのサッカー好きなるほど、秋田の方ですか、もともと。はい、そうです。僕秋田の言葉全あんまり知らないんで、なんかちょっといろいろ紹介してもらいたいんですけど、はい、これ言っといた方がいいよとかいうのあります。秋田と言ったら、はい、ババヘラ。何ですか。ババヘラ行きましょう。ババヘラまず行ってみましょう。ババヘラ、はい、まあ、僕もちょっと情報知ってますよ、ババヘラって。こんにちはこんにちは。あれでしょ、秋田でいろんなところでババヘラ屋さんあるんですよね。はい、テレビで見ましたよ、ね、これあの頼むときこうやっといたらいいんでしょ。はい、そうです。こうやっとくんでしょ行く前にこうやっとくんですね、喋る前にね、はい、なこれ2個作ってくれるんですよね。そうです。1個の場合はこれで、これで。ああ、なるほど。じゃあ、お母さん、はい、はい、ありがとうございます。おお、これか。はい、ブラブリッツのこの会場でしか食べられないブルーアイス。僕ね、見たことあるのは、はい、なんかピンクと黄色のやつを見たんです。あ、そう、お母さん、それそれ、あ、そう、これこれこれ、お母さん、美味しいんだよね。あ、そう、わあ、お母さん、あれですね、なんか体ごとこうリズムで作っていくんですね。そうですね、そうするとよくつくような感じで、じゃあちょっとお酒いただいていいですか。はい、ババヘラいただきます。あ、おいしい。うまっ。これあのさっぱりしてますね。おいしい。で、僕もっとあのなんかソフトクリームみたいな感じかなと思ったら、シャーベット。そうなんですよ、シャーベットなんですね。シャーベット風味ね。あ、これはうまい。正直今日朝7時から働いて1食目がババヘラという。これ秋田の人は結構普通に食べたりするんですか。普通にあの道端にあるので車走ってて止めてつい買っちゃうんです。これやっぱ難しいんですか、こう作るのって。そうね、やっぱり難しいです。なかなかチャレンジしてあげたいなっていう気持ちが先に立つから、うんうん、なかなかね、上手でいかなくて、ああ困って、ああお客様綺麗にしてあげたいと思ったんだけど、なかなかごめんね、こんなお花でって述べる時あります。これちょっと僕もやりたいんですよ、はい、やらせてもらったりできるんですか。いいですか。大丈夫です。僕じゃあ今度あっち行きたいっす。うわ、お母さん、これ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 、そう、これ、ね、いつものこれよ、はい、なで木、うん、どちらでも木あの先に、あれ意外と硬い、硬い、あら意外と硬いな。でこれを、うん、これ取るんですか。そう、私は舐でるようにして、お母さんちょっと一回やって、一回ひとひとひとかきやって。あ、なるほど、なるほどなるほど。そしてそれに ある程度よそしたら今度赤を塗って、私は、いやいやいや、いかへんて。すごいお母さん、こうやってた、それがいいんじゃない。で、これぐらいでこう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 、あの寒風山のように。なんですの、寒風山。寒風山ってなんですの。山小賀の山です。小賀の山で寒風山っていうのがあるんですか。よし、わからんけど寒風山みたいに。よっしゃ、あら、寒風山みたいなんだよ。ほら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 、ね、で、もうちょっと黄色い行った方がいい、はい、上から潰さないで、寒風山の山のように。そうそう、そうそうそう、はい、はい、はい、寒風山のほら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 、はい、あんま潰したらあかんのか。はい、そうね、はいはいはい。いや、意外と硬いんですよ。だから、お母さんが、はい、こうやって体使ってやってたんは、あの硬いから、硬いし、はい、でつける時がこうやると、あれなんかスムーズに、寒風山なれ、寒風山なれちょっとこれ寒風山にはならなかったですけど、お母さん。そうですね、何の山でしょう、これ。何でしょうね僕ね、僕ね、大阪の人間なんですけどね、家の近所にね、あのポンポン山っていう山あるんですよ。あの山で飛ぶとポンポン鳴るっていうね。あらら、平畑作はこんな感じで。難しいわ、難しい、難しいですよね。ちょっとじゃあこれいただきます。またこれはこれなりに美味しくてね。あ、美味しい、これめっちゃうまい。美味しいよね、美味しいでしょ。
じゃあ、皆さんぜひ食べに来てください。あれ、さっきの山何でしたっけ、何山で、カンプーザン、カンプーザン、じゃあちょっとカンプーザン行ってきますか。お母さんすいません、ありがとうございます。いいお山ですよ。じゃあカンプーザン、カンプーザン行こう。カンプーザン行ったことある？あります。あのパラグライダーができます。そういうところなの、はい。うまい。